先月27日、二本松市の山あいにある墓地をアメリカ人の親子が訪ねました。ウィリアム・ロブソンさんと息子のマイケルさん。79年前、22歳の若さで戦死したある男性の墓前に手を合わせます。旧東和町出身の斉藤光道さん。二本松市遺族連合会によると、フィリピンに出征し、1945年8月にルソン島で戦死したとされていますが、これまで詳しい状況は分かっていませんでした。そうした中、その最後の戦闘に敵国として従軍していたのが、ウィリアムさんの父のセシルさんだと最近分かりました。父と斉藤さんが出会ったのは最初で最後でした。1945年、フィリピンでの戦闘からもう80年になります。祈りを捧げられたことはとても光栄で、ここに来られてよかったと思います。ブーン長久。幸運万歳。戦中を忍ばせる言葉で埋め尽くされた日照記。ところどころに残るシミは血の跡です。光道さんが身につけていたこの日照記をセシルさんは遺品としてアメリカに持ち帰っていました。そして79年後の夏。はい、これ家族で撮った。This is a family picture. これ出世するこの戦争に行く前です。行く前ね。So before they go to これを持って。セシルさんから遺品を受け継いだ二人は、いつか遺族のもとへ返したいと願っていました。日本遺族会などの協力で光道さんにたどり着き、日照記を返すだけでなく遺族との面会も果たすことができました。斉藤さんの家族に会って、斉藤さんが国旗を持っている写真を見たり、彼の人生について家族と話したりできたことはとても素晴らしいことでした。私たちが最も楽しみにしていたことは、彼の人生を理解することでもありました。遺族にとって、これまで光道さんの遺品と呼べるものは2枚の写真だけでした。絶対見てダメよって言われたんだけども、うちのお父さんたち見たっけ、住みこもり一つだったっていうのが覚えあるんで、どこで亡くなったかっていうの分かっただけでもね、せっかくこれ来てくれて。一方、当時幼かったいとこの高橋良一さんは、少しの暇も惜しんでは勉強に励む姿を思い出していました。あんまりそばに行かなかったね、頭が良すぎてその光道さんのトイレの中でも勉強したくらいな人だった。日照記を契機に再び思い起こされた光道さんの足跡。それは79年後の今を生きる私たちが忘れてはいけない戦争の歴史です。